2020年6月29日、いよいよ梅雨も中盤に差し掛かりましたが、30日からしばらく雨の日が続くとの予報から、この日はお昼前に自宅を出発、阪急電車、嵐山駅に午後1時前に到着。ここから、渡月橋を渡り、天龍島へ、佐賀小学校を経て、愛宕街道を歩きました。お昼過ぎの嵯峨野の散策とあって、京都は東山の砦の洛北の連台屋と並ぶ、平安時代以来の墓地で、風葬の地として知られる、安達野の地にある、安達野念仏寺を訪ね、そして、竹林と楓に囲まれた、つつましやかな草庵の、悲恋の尼寺として知られる、真言宗大覚寺派の仏教寺院の祇王寺を参拝し、二尊院前を通り、伊勢神宮にお仕えする巫女が身を清めた、神聖な場所で、源氏物語の、榊の巻の中で、その様子が美しく描写されていて、縁結び神社として、有名な、野々宮神社により、竹林の道を抜け、阪急嵐山駅までを歩きました。